朴葉の爽やかな香りが漂うご飯にきな粉がまぶされた朴葉飯。福井県内全域に古くから伝わる郷土料理です。朴葉飯は手作業で田植えを行っていた時代に力の源にするためおやつとして食べられていたり、田植えが終わった際のご馳走として振る舞われたりしました。朴葉に砂糖と塩を混ぜたきな粉を敷き、炊きたてのご飯をのせ、上からきな粉をのせます。稲の花粉に似ているきな粉には豊作の願いが込められています。朴葉は皿の代わりになるほか抗菌作用があるとされ、冷蔵庫のない時代の保存に役立ちました。朴葉飯の旬は朴葉の香りが一番いい時期の5月中旬から6月中旬です。しかし今こしらえる人は少なくなりました。この地域ならではの食材を使って季節感、そして懐かしさをお客様に味わっていただきたいという思いで作っています。昔の懐かしい田植え風景の思い出。お昼と朝の間にこびるっていうのがあるんです。その時にこういう朴葉のねおにぎりのこれをいただいたんです、美味しかったです。身近にある素材を生かしてそうやって生活の中に取り入れてた昔の人の知恵っていうか、そういうものを今の人にも分かってほしいなっていう思いはありますね。ふっくらご飯に甘いきな粉、思い出も葉に包んで後世に残していきます。